資源が少ないよねとかで、そのなんか資源戦争って言われてて、例えばそのインドと中国って、あの、山奥で殴り合いの,あの争いをしてるんですけど、なんか、あの、木材に釘を打ったようなもので殴り合ったりとか、石で殴り合ったりっていうのを鉱山でやってたりするんですけど、これ現実ね。で、なん,なんでそうなってるかっていうと、その、あの、揉めるとまずいので、お互い銃を持ち込んじゃいけませんっていうところで、インドと中国の兵隊が国境沿いで睨み合いをしてるんですけど、銃を持ってっちゃいけないけど、 相手が攻撃してきたっていうことにして殴り合いをすることは可能ってことになって結果としてその原始時代のような木材に釘を打ったものとか石とかでお互いに殴り合いをしてあの人が死んでるっていうのが現実問題はその,あのインドの山奥であるんですよいやそこの国境線を守らないとその,あの水脈が持ってかれちゃうのでインドとしてはガチで守りたいとで中国は好きあれば国境線変えたいっていうのをやっててその水脈争いっていうのをずっとやってるんです水大事だよねって話があるんですけどあ あの残念ながら金持ちの,あの方は水なんていくらでも買えるんですよ。なので、あの貧乏な人は水道料金高くなると大変って言ってるんですけど、あの資源なんて金出して買えるんで、別にじゃあ金でも石油でもなんでも、貧乏な人は電気代が上がると困るんですけど、金持ち電気代上がっても大して困んないんですよ。あの大した額じゃないんで。っていうのがあるので、その人口が増えると困るのは基本的には庶民です。要は限られた資源を争うから。 でも限られた資源であっても金持ちはいくらででもも買えるので何の何問題もありませんなので基本的には人口が減ると困るのはあのその金持ちで人口が増えると困るのが貧乏人だと思ってください。というわけではいあの元々タイトルの「の金持ちは嫌われ貧乏は軽蔑される」というのになのか多少戻る感じになりますけどあの残念ながら金持ちってどういう状態でも得をするんですよね。 例えば、その不景気になりましたってなると、その物の価値がどんどん下がるんですよ。なので不景気になって、じゃあそのマンションを売らなきゃいけない、そのローンが払えないからマンションを売らなきゃいけなくなりましたとかで、そのいろんなものが安く売られるんですよね。例えばそのなんか、もともとじゃあすごい高く売られていた中古の自動車とか、その時計とかも安くなるんですよ。で、金持ちって金あるから安くなったら安く買える。ラッキーっつって買いたかったものを買いまくれるんですよ。 っていうんであの買いまくってで景気が良くなってくるとそれの値段があって何か知んないけど超儲かっちゃったんだよねってなるので景気が悪くなると儲かります。で景気が良くなると金持ちは最初から資産をいっぱい持ってるのであのめちゃめちゃ儲かります。 なので、あの、例えばインフレだろうとデフレだろうと不景気だろうと好景気だろうと貧乏には損して金持ちは得し続けるっていうのは、あのフランスで有名なあのピケティさんっていう人が、あの、それを証明する本を書いて、世界中でなんかみんな薄々そう思ってたけど、やっぱりそうだよねっていうのが証明されたので、その、金持ちはデフレが好んでインフレを嫌がる。だから日本はインフレにしないんだみたいなこと言う人いるんですけど、残念ながらインフレになると金持ちはめちゃめちゃ儲かり。 なぜなら株を持ってるから要はあの日本円の価値が下がるとその分日本の会社のの株価っていうのは上がるんですよ要は通貨の価値が下がるから金だったり株だったり不動産だったりの価格は上がるんですよで貧乏人って不動産も貴金属も株も持ってないじゃないですか金持ちは不動産も貴金属も株も持ってるので日本円の価値が下がるとあのめちゃめちゃ儲かるんですよ なので、あの、僕もインフレになると超儲かります。はい。なので、ただデフレになっても儲かります。あの、金持ちってどうなっても儲かるようになってるんで、あの、貧乏人が考えるようなことで金持ちの何かを嫌がらせしようとして、可能なのは、ピケティさんが言った可能な手段は、戦争と疫病です。要は、戦争になって、戦争に負けると、例えば日本って財閥が解体されたじゃないですか、アメリカが来て。 で、その焼け野原になって、もう土地とかがただ同然になったりしたっていうのがあるので、その戦争になると金持ちは損するんですよ。あと、その昔ペストっていうのが流行った時とか、国死病っていうのが入りましたっていう時も、人がバンバン死んで、金持ちの資産が減ったんですよ。なので、その疫病と戦争があると金持ち損するはずだったんですけど、今回のコロナで分かったのは、 コロナごときだと金持ちはより得をするっていう。アメリカの元の金持ちはコロナのおかげでめちゃめちゃ利益上げてるんですよ。なぜなら株価が上がったから。なので残念ながらコロナごときの疫病では金持ちの資産を既存することはできなかったので、もし貧乏人の人が金持ちに あの傷つけたいなどとすると、多分戦争しかないので、なので、もし民謀人の方があの革命をやりたいのであれば、戦争するしかないんじゃないかなっていうのが、今のところ、のその経済をいろいろ勉強したピケティ先生の,あの出した結論です。別にあの僕が戦争しろと言ってるわけではなく、誤解をされるかもしれない。いというわけで、はい、終わりにします。お疲れ様です。